やはりお客さんに来ていただいてよかったです。本当に僕もこの背後にですね、和みに乗れて本当に良かったと思います。本当に今日はありがとうございました。本当にお疲れ様でございました。ありがとうございます。皆さん、また来ていただいて嬉しいですね。たくさんの方にね、どうも。とても楽しかったです。充実しておりました。あと改めてお客さんに10年おめでとうございます。はい、わかりました。あとこれに関心しました。はい。しかし、所長、一ノ関処理岡田、130周年、おめでとうございます。ありがとうございます。歴史的なこの行事ですね、130周年という瞬間を買って、六角さんと一緒にお祝いできて嬉しいです。あとはこの皆さんがですね、原石からこうやって手を振ってくださったり、笑顔を見せてくださったこと、これを思うと、我々は安全にきちんとしたこのデスクワークを続けていただきたいということを改めて思いまして、来年の春からは、東北一イソレーションキャンペーンが始まります。また地域とともに盛り上げてまいりたいと思います。ぜひお越しください。はい、はい、今日もこれから忙しくなりません、ね。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、神奈目線でそのまま、はい、コーチいただきます。はい、お願いします。いや本当ありがとうございます。ありがとうございました。いやいや本当に遠征で手振ったのは上手でしたね。こう、まあ、自然にこう繰り返し繰り返しちゃって、ね、まだまだこっちとねまだまだ中に乗っていただいてそうね、まあ、つなげてもらいたい。新幹線もね大事です。